願いします。はい。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。ちょっとすれ違いざまにこすれちゃって、右の後ろのバンパーなんですけど、ちょっと見えないかな、ちょっと。ちょっとへこんでもいるんですけど。あ、本当だ。はい。で、ここ擦られちゃって、ちょっと一回洗車したんで、塗料とか落ちて、この状態って感じなんですけど、はいはい、モールがへこんじゃってるんですよ。あ、そうですね、はい。はい。上も曲がっちゃってるんで、もしかしたら時間がかかるのかなっていうふうにちょっと思っちゃって。いや、ここだけはお時間はそんなに、部品さえ入れば、はい、おそらくもう色ついてない部品が来ると思うので。そうですね、塗装して。あの部品来て、はい、あの新しく塗装して、はい、モールを変えて、はい、取り付けてやればそんなにお時間はかかんないそうですか、はい、コーティングもまた再度塗装し終わってから部分コートはい、はい、そうなりますよね、ええ、なりますはい、はい、とりあえず早く終わらせるのがベストじゃないですか、はい、まあそうですよね、はい、だから、はい、とりあえず部品だけ手配しておきましょうか、はい、了解しました。ぶつかった時もベコっていったんでちょっとやっぱへこんじゃったっぽいですよね、やっぱその時に。また預かった時にも写真撮りますから。あ、了解しました、ありがとうございます。じゃあ明日ちょっと部品頼んでお電話します。了解しました、了解しました。いつぐらいに入るかとか、はい、でそれに合わせてお預かりして、はい、ありがとうございます、はい、すいません、はい、じゃあまあこんな感じですかね、うん、そうです、はい、じゃあ分かりました。じゃあまた、ありがとうございます。わざわざ、いや全然全然、こちらこそ、はい、失礼します。ありがとうございます。いや、杉並モータース最高でした。まあ車に乗ってるとね、道路自体も社会そのものなんで、どうしてもね、やっぱり電車に乗ってる時とか混雑してる道だったりとか、人に少し当たってしまったりとか、時には足を踏まれたりとかね、そういう時もあると思うんですけども、まあもう落ち着いてね、そういう時はね対処するしかないですよね。もう笑ってしょうがないですよね。だから自分に過失がないからといって、お前が悪いんだろうっつって相手を詰めるとかじゃなくてね、淡々とやってもらうしかないですよね。でやっぱ人はね、やっぱ失敗するんで、僕も失敗する時はあるかもしれないんでね、やっぱ人間なんで、今後人の失敗とかをね、そこまでね、やっぱり相手が責任を取るって言ってる状態でね、詰めたりとかね、やっぱできないですよね。すごいムカつく気持ちはたくさんあるんですよ。ブーとかね、あとはこの車を使って、あ、誰々との視聴者合流企画の企画やんなきゃなとか、あとはその給油の動画も撮りたいなとかね、ただガソリンを入れてるだけの給油の動画も撮りたいなとかね、あとはもうこの車で正月ちょっとどこどこにドライブに行こうと思ってたりしてたんですよ。この車楽なんで、やっぱり走っててね、全然疲れないんですよ。もうほんと静かだしさ、で何気にセダンだけど荷物も結構乗るんですね。だからね、ちょっとお出かけできたらいいなとか、いろいろ考えたりしてたんですね。やっぱりね、YouTube の動画をちょっと作れないのはなんかね、ちょっときついなとは思うんですけどね。あと、最近もう質問コーナーをオフィシャルで動画を一本作って皆さんに質問を募集させてもらったと思うんですけど、そこでもね、車に関しての質問が一番多く皆さんからいただけたんですね。セルシオの質問とかすごく多かったんですけど、この車じゃない台車に乗りながらその質問に答えるみたいな状態にもしかしたらなっちゃうのかなみたいなね、気はちょっとしてます。不幸にも車をこすられてしまいましたもうしょうがないですよね。でそんなにね、なんかね、うーとかはなってないです。正直この喋りを聞いてもらえば分かると思うんですけど、まあこんな感じのテンションですよ。だから仕方ないなって、もうちょっと入院かなみたいな感じですかね。まあ違う車ね、台車に乗れるのとかもちょっと楽しみじゃないですか。ただね、乗り心地はね、やっぱりね、落ちるんじゃないかなっていうところはあるんですけども、年末ちょっと違う車に乗って楽しめれば、まあ、それはそれでいいかなとポジティブに考えております。いやもうね、なんせね、もうちょっと動画にうまく撮れてるかどうかわかんないんですけど、ちょっと顔とかはね映してないですけど、ほんと杉並モータースさんもう最高なんですよ。もう何から何までちょっとね気遣ってくれて、でもちろん今回事故をやった破損したところ以外のことを無料でやってくれるとかそういうことは全然ないんですけども、でももしよかったらこういう部分をこういうふうにしませんかとか、せっかくだったらこの機会にまあこういうふうにしますねとか、車の知識がないこっちに対してすごく言ってくれたりするんですよ。もう最高ですよ。
もう杉内モーターさん、もうずっとお願いしたいなとか思うぐらい、事故を受けた人の気持ちになって車を直してくれたり、あとは綺麗にね掃除してくれたりとかさ、もちろんお金は払うんですけど、お願いすればほんと丁寧にやってくれるんですよ。やっぱ杉内モーターさん嬉しかったですね。はい、本日はそんな感じです。なので、もう一度言うと、今年12月まだ半分終わってないですけども、早くもこのセルシオくんがちょろっとだけ、擦り傷入院をすることが決定してしまいました。また、経過をご報告しようと思います。うわーいやー、はい、どうもじゃあほりまた、あ、パフェゲットした、ゲットした。うん、また、うん、お疲れ様です。また、どうも、ありがとうございます。いやー、近所のね、あの、バイク屋の後輩にちょっと会いましたね。いやー、なかなかあいつすげーいいやつでさ、乗り換える時、整備、すべてね、やってもらってたんですよ。結構お世話になりましたね、彼には。で、ずっとバイク屋まだやってるみたいで、ちょっとね、俺、1台バイク持ってるんですけど、エンジンがかかりにくくなっちゃったんで、またお願いしてみようかなと思ってます。ああ、よかったな、なんか神様の巡り合わせですかね。ちょうど会えてなかったから、でもバッタリ会えましたね。なんかなって思うこともあっても、まあ気持ちを落とさずいれば、まあこういういいこともあると。うわー、なんか今ラッキーポイントなかったっすか今。ラッキーポイント出そうかなと思ったんですけど、はい、